ザムトゲマインデ・ザクセンハーゲンは、ドイツ連邦共和国ニーダーザクセン州、シャウムブルク郡の4つの市町村で形成される、ザムトゲマインデである。このザムトゲマインデは1974年3月1日に、ニーダーザクセン州の行政改革、地域再編に伴って成立した。同軍最北部に位置し、中級中心都市シュタットハーゲンの管理下に属す。以下の市町村が、 ザムトゲマインでザクセンハーゲンに属す。このザムトゲマインでは、南のミッテルラントウンが、西のレーブルク山、北のシュタイン風デコの間に位置する。東は、ハノーファー広域連合のブンストルフ市と境を接する。ザクセンヘーガーアウエー川が長域内を流れ、アウハーゲンの北で、ローデンベルガーアウエー川と共にベストアウエー川となる。高度は、シュタイン風デこの湖面の海抜38メートルから、 レーブルク山の死脈であるベルピングホイザー山の海抜135メートルにまで及ぶ。このザムトゲマインデに属す市町村はいずれも歴史的地名で言うデュルバルト地方に属す。この地方には戦死時代からわずかながら定住者があった。ザムトゲマインデザクセンハーゲンの名前の由来となった同盟の市はザクセン港であるアスカーニエン家によって1248年に 創設された水木を核とする。1297年に、シャウムブルク博は、ザクセンハーゲンを、未払いの嫁氏の提投として、手に入れた。その後、シャウムブルク博は、現在のザムトゲマインで全域に対する、領主権を獲得した。1647年のシャウムブルク博領分割後、ザクセンハーゲン、ニーインブリョゲ、アウハーゲン及びリューディングハウゼンは、 ヘッセン砲クのシャウムブルク領となった。残りの領域はすべてシャウムブルクリッペ白領となった。1974年の行政改革、地域再編によって、すべての地域は新たに創設されたザムドゲマインデに統合されることとなり、これに伴ってシャウムブルク軍に属した。1916年のミッテルラント運河完成に伴いザクセンハーゲンに港が建設された。 この港は、現在も、同市の重要な経済的な因子となっている。1898年から1964年まで、シュタインフーダーメイア鉄道が、ハーゲンブルク、シュマーレンブルーフ、ビーデンブルケを通っていた。かつての道省は現在、自転車道及び遊歩道として利用されている。1993年、ザクセンハーゲンの西、レンガ工場沿いの粘土室の窪地に、 軍の廃棄物処理センターがオープンした。さらに西のニンブリッケ近郊のザクセンハーゲンの森にあった旧陸軍火薬庫に野生動物主保存ステーションが設けられた。ザムトゲマインでザクセンハーゲンの議会は24議席からなる。ザムトゲマインで長のイエルンベーデマイヤーは2011年9月11日の選挙で当選し、この職に就いた。 ザクセンハーゲンの聖エリーザベト教会ザクセンハーゲンでは最初1607年に建設された視聴者が祈祷所として利用され1712年には首脳が増築された1650年の都市権授与に伴い白アマ余りエリーザベト2ヘッセンカッセルによって独立した教会組織が設立されたこの組織には教会堂を建設する権利も与えられていた 教会堂は1663年から1676年に建設されたが、資金不足のため当初は教会堂は建てられなかった。エリーザベト・トゥルンナー・ハルトマン夫人からの高額の寄付によって1976年に教会堂の増築が可能となった。この教会は1996年から1997年に徹底的な改修が行われた。 2004年8月29日以降この教会は、白皮余りエリーザベト2ヘッセンカッセルにちなんで、エリーザベト教会と改名された。約2000人の信者を有する、プロテスタントイコールルター派教会組織は、シャウムブルクリッペ地方教会の一部を成している。ロック無修道院の指導会修道士は12世紀に、ベルクキルヒエンの旧奇組礼拝堂跡に、聖カタリーナ教会を建設した。 ベルク・キルヒエン、ベルピングハウゼン、ビーデンブルッケ、シュマーレンブルーフ、デューリングハウゼン、ビンツラーがその教区に属した。30年戦争まで独自の礼拝堂を有していたアウハーゲンは、礼拝が行われなくなったベルク・キルヒエンの教会に、代わって1990年からは、ザクセン・ハーゲンの教会組織に属している。 コンラートビルヘルムハーゼによって1868年から1871年に建設されたアルテンハーゲンの聖ニコライ教会はハーゲンブルクとアルテンハーゲンを教区としている。1963年にザクセンハーゲンに創設されたカトリックの聖ヘルツイエズ教会はリントホルストの聖バルバラ教会の司教会にあたる。ヘルツイエズ教会の管轄する教区は 行政上のザクセンハーゲン、アウハーゲン、ベルピングハウゼンを含む。ハーゲンブルクとアルテンハーゲンは、シュタイン風での聖ヘドビィヒ協会の教区に属す。ハーゲンブルクには新首都派協会の組織と、協会堂がある。ザクセンハーゲン視聴者、ありがとうございます。